東京映画配給株式会社10月1日設立から1951年4月1日称号、変更は、かつて存在した東京の映画会社、東映の前身の一社となったことで知られる。東急司法により、東横映画と大野泉スタジオの制作作品を配給するために設立された。1951年4月1日、東横映画と大野泉映画を 九州合併、東映株式会社に称号を変更した。東映のマークは同社を起源とする。1949年10月1日、主に京都、渦政の東横映画、東京、東大泉の大野泉スタジオの制作した作品を配給するために、東急と上記2社などが出資して設立された。社長は、 東京出身で前東洋映画社長の黒川翔蔵。資本金は2、0円。本社を東京都品川区五反田に置いた。第1回配給作品は松田貞次監督、片岡千恵蔵主演による東洋子の極門島で、同年11月20日に公開した。契約館は454スクリーン。校長にスタートした。同年12月15日、同社取締役のうち、 後藤慶から5名が公職追放となって辞任した。1950年4月28日、資本金を5、0円に増し、同年6月15日に公開した監督、関川秀夫、主演、伊豆はじめによる東横の日本戦没学生の主聞け和田摘みの声が劇的なヒットを記録した。しかし、同年9月、新東宝の配給事業開始、 および戦後のアメリカ映画を中心とした洋画の急激な日本公開による打撃を受け、東横、大野泉との合併を模索する。同年11月29日、東方との制作、配給提携の契約を結ぶ。1951年2月、巨額の損失を計上。社長の黒川を筆頭に、取締役は総退陣氏、東急本社の専務取締役、大川博が、 同社の社長を兼務する。同年4月1日、同社を、存続会社に、東横映画、大野泉スタジオ改め大野泉映画を、九州合併して、同社の称号を変更、東映を設立した。東横映画撮影所は、東映京都撮影所に、大野泉映画スタジオは、東映東京撮影所になり、同社の配給、工業の機構は、本社及び支社、直営館として、 東映を構成した。2012年7月現在、東京国立近代美術館、フィルムセンターは、同社が配給したフィルムのうち、東横映画、大野泉映画の制作物及び戦前の、再映作品を除けば、当たりや金髪取物町ちっさとの虎、私は女性ナンバー1の2作の上映用プリント等を所蔵している。神戸映画資料館は、 カイマリクを行くの上映用プリント等を所蔵している。福岡市総合図書館は、岡春夫のマドロスの歌の上映用プリント等を所蔵している。2004年6月22日、米国のアルファビデオが、東京ファイル212を DVD ビデオグラムとして発売した。日本戦没学生の主機家、和田摘みの声、詳細は、東横映画及び、大野泉映画を、 参照1950年1951年、ありがとうございます。